皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学社会3問クイズの1回目、今回は歴史の問題です。次のような政治を何と言いますか。1番平安時代藤原氏が行っていた政治。2番天皇が退位した後上皇となって行った政治。3番鎌倉時代北条氏が行った政治。皆さんここで一度動画を止めて答えを考えてください。考えた後で正解を確認しましょう。正解はこちらです。平安時代藤原氏が行っていた政治は、これ摂関政治と言います。摂関というのは摂政と関白、このことで摂政というのは天皇が女性の時とか天皇が幼い時、子供の時ですね、天皇を補佐してまたは天皇に代わって、政治を行う役職。関白というのは天皇が成人した後ですね、大人になってから、天皇補佐または天皇に代わって政治を行う、こういう役職のことです。藤原氏は自分の娘を天皇の妃にして、そして生まれた子供を新しい天皇にして力を伸ばしていきました。2番の天皇が退位した後上皇となって行った政治、この政治を院政と言います。院政を初めて行ったのは白河天皇で、退位して白河上皇になって院政を始めました。3番の鎌倉時代の北条氏が行った政治、これ執権政治です。執権というのはもともと将軍の補佐をする役職のことでした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。